チャチャはあなたをどこかへ案内したいようです。前方に送信所があるようです。チャチャからの愛情を検知、推奨戦闘ペットの契約。双方の意向を確認、戦闘ペットの契約成立。付近に大量の変異生物を検知、推奨周辺への警戒。送信所の端末は2階にあります。端末をアクティベートして部屋のバリアを解除する必要があります。状況を確認、危険接近中、推奨注意の継続。信号発信源を発見。送信所中央のリモート通信機。こんにちは。私はリディアです。私のことはあなたをサポートする AI だと思ってください。部屋のバリアが解除されました。使える資源を探しましょう。
先ほど手に入れたオートバイをプリントしてください。それに乗ってシェルターへ戻りましょう。どうすればここから出られますか？ドゥーガ避難所で合流しようと友達と約束しているんです。キャンプの入り口にあるテレポート台を使うのがいいでしょう。テレポート台ってあなたのそばにあるその装置のことですか？はい、テレポート台を使えば別の場所へワープすることができます。あっという間にドゥーガ避難所に行くことができますよ。よりによってこんな時に。どうしました？何の用でしょう？お忙しいところすみません。ちょっとお聞きしたいのですが、ニアとライアンという者がここに来ていませんか？地面にタイヤ痕があるみたいだ。対象分析により、この後は物資輸送車に使用されている専用タイヤと一致しました。兆しと言われてます。そうだね。それにしても人工知能とこんな会話ができるなんて思わなかった。この会話内容はネットワーク上にある過去のデータからの長期学習の結果であり、人工知能であるかどうかとロジック上の関係はありません。大したやつだな君。本当に輸送車を取り戻してくれるなんて。避難所のみんなを代表して礼を言わせてください。本当にありがとうございました。いえいえ、それにしてもあの連中は本当に命知らずですね。プリート長官が帰ってきたらこの件を報告しておきますからね。この件が片付き次第君の友達について調べさせてもらうよ。何か分かればすぐに連絡させてもらうね。
この世界で生き残っていくためにサバイバルガイドで各種サバイバル技術を学習し、ガイドの第一章をクリアすることをお勧めします。サバイバルガイドをクリアしていくと、より多くのサバイバル技術を身につけることができます。